大磯でもね、あの宮手屋の火事とかって言うてね、大磯中央が燃えちゃったことあるんですよ、昔ね。それでその時にやっぱ今の、仮設住宅みたいな感じでね、決まった形のうちでね、あのなんか建てたらしいんですよ。だから、4、5年前まではね、そういう家が残ってたんです。それで若い方がいらして、だん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 建て替えて、それで、家の周りをね、あの修理するしなくちゃいけないので、うん、結構こう開けたんで、どこの家でも、うん、だけど今はもうきっちりきっちりよ、うん、その人まで家を建てちゃうっていう状況ありますのでね、うん、だからそういうので家の周りがよくぐるぐる子供たちが遊んだりなんかしてましたけども、うん、そうすると本当にね、あのうちの低いね、あの一間にお勝手があって、うん、で、なでもやっぱりね、あの神棚なんかをちゃんと作ってあってね、うん、で同じようなね家が随分ありました、うちの近所でも、うん、だけども、まあ、代が変わってね、皆さんこうね、うん、家を建て直して、うん、今はもうほとんどね昔の家なんかありませんからね、道だって綺麗になりましたしね、うん、昔はもう傘もさせないぐらい細い道だったんですよ、海岸に出るやつ出る、その代わりもうね、うん、こあの大きい道路から必ず海の方へ行くね道があったんですよ。だけど今はね、もうそういうのがいろいろあって道は広くなりましたしね、本当に今狭いうちな、狭いうちなんか本当にうちの近所に一つありますけどね、本当そういう人はもうどうしようもないですよね。だから壊して持ってて物置とかなんとかにしなきゃしょうがないでしょうけど、道が狭いからね、もう本当にね、それでちゃんと海岸の階段はあったしね、だから、うん、便利なことは便利でしたね。うんうん。